さあ皆さん、関西学院行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちらで、問題が多いんですね。ですからちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってちょっと皆さんご覧いただけないので、空小中問題の下線部説明、これに特化させてくださいね。で、内容値問題は他の大学、まあ、例えば同社などなどで扱っておりますので、そちらを参考なさってくださいね。で、空小中問題は10問中9問で、下線部説明は7問中3問合計12問いきますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第一段落でございます。まずはこの空小1番ですね。選択肢これでございますので、検討をお願いします。すみません、これ空所の左側、ポケットの中に。で、選択肢の A ですね。ポケットの中に希望がある。なあ、ほな。まあ、ここでボケてる場合ではございません。ですから、まずは選択肢の A と C が×。で、もちろん最大のヒントは空所の右側ですよね。1日2日持つ。そうです。持つわけですから、皆さん、ノーマニーではまずいですよね。これは生き残れませんと。ですから1日2日生き残れるだけのお金がちゃんとあると、うまいこと繋がっていきますので、 B が正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。まずは空所2番の検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の右側どんなホープかということなんですが、これ選択肢の A と D ダメですよね。これだと皆さん、ホープに体重重さがあると、10キロ20キロそんな話になってしまいますが、皆さん、ホープは目に見えないですからね。物体ではございませんので、A と D は×。例えば皆さん、どんな希望なのかということですが、皆さん、これ第一段落ヒントですよね。もちろん皆さん、このあたりでよろしいかと思います。特に皆さん、sure と書いてますから、皆さん、確信してますよね。そうです。自信たっぷりでございますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所3番の検討をお願いします。すみません、これ空所の左側、not only A, but also B。まあもちろん also は省略されてますが、その形になってますよね。で、なおかつ空所の左側、but。もちろん遠い接続詞。つまり前後は同じ形を導く表現ですよね。ですから、but の右側が今空所になってるわけですから、今度は but の左側を見れば一発ですよね。特に皆さん、このあたり、皆さん前置詞 of プラス名詞になっております。ですが、それと同じ形のものを選べばよろしいですね。ですが、正解は A ということでよろしいかと思います。では、皆さん、次の段落でございます。空所4番の検討をお願いします。皆さん、これ空所の左側と右側。皆さん、これ衣装の話と、そして皆さん、cloth、布。まあ、つまり生地の話をしてますよね。で、おそらくその関係性をちゃんと捉えられる選択肢に見つかってるかと思います。で、そうすると皆さん、まず選択肢の A、liked。まあ、気に入ってるかどうかは全く関係がないですね。そして選択肢の B、ちょっとこれは皆さん、ってなりそうですので、一旦保留。で、選択肢の C、cut out of。で、これ良さげですよね。特に皆さん、cloth。布から切って、皆さん、裁断して、皆さん、衣装を作り上げると。そして皆さん、選択肢の D、put out。まあ、衣装の話をしておりますので、おそらく着用というところで、put on であればいけそうなんですが、アウトなので、×。ですから、試験中であれば選択肢の B、まあ、わかんないまま、しゃあないなと思いながら、まあ、一か八かで C。そんな感じで多分選んでいくかと思います。で、皆さん C 選んでいただけると、皆さん意味内情バッチリですからね。で、仮に100歩譲って皆さん選択肢の B。で、これ接着剤でつける。まあ、それだとしても皆さん接着剤が出てくる意味内容上、何らかの言い換え。それがなさげなので、やっぱり×になるでしょうけどね。ですから今回は正解 C ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。まずは空所5番、検討をお願いします。それではこれ空所の直前の文章がヒントですよね。まあ、ひとまず新しい靴を履いていきました。皆さん、その目的がこの辺ですよね。特に envy ということですか、皆さん、羨ましいと思ってもらうためです。ですから、見せびらかしてるんでしょうね。ですから、周りの人たちから皆さん、羨ましいなぁと思ってもらうためには、選択肢のあれが正解ですよね。で、選択肢の A は、miserable、惨めな。で、選択肢の B は、不幸。で、選択肢 C は、悲しい。となってくると、皆さん、選択肢の D ですよね。proud ということですから、まあ、自慢と。ですから、新しい靴をみんなに見てもらいたいわけですから、選択肢の D が正解ということで、よろしいかと思います。では、続いて空所6番の検討をお願いします。すみません、これはマッチザウニャウニャで熟語ですよね。そうです。選択肢の D ですよね。マッチザセイム。ほぼ同じ。ですが、これも知識で一発。正解は D ということでよろしいかと思います。
ず続いて空章7番の検討をお願いします。そしてこれ文頭に this と書いてますので、皆さん直前がヒントですよね。皆さんおそらくこのあたりでよろしいかと思います。まあ、幼くしてかわいそうな女の子ですね。貧しい女の子。そして皆さん A をすっ飛ばして選択肢の B fortunate 幸運な、で選択肢の C lucky、 で選択肢の D は wonderful、 まあ、素晴らしいということですが、皆さん BCD 全部プラスの話ですよね。ですが皆さん今回は皆さんマイナスの話でございます。よって選択肢の A で、これだと皆さん unfortunate 不幸な不運なということでバッチリですから、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部 R でございます。選択肢こちらでございますので検討をお願いします。すみません、皆さん、アシェイムですが、そのまま直訳すると恥ですよね。まあ、マイナスの印象でございます。そうなってくると選択肢の A、認める。で選択肢 B は please、まあ、喜んでる様子でございます。で選択肢 C は自信があると。で選択肢 D は regret、後悔。ですから、唯一皆さん D だけがマイナス、後ろ向きの表現。ですから、下線部の恥とバッチリでございますので、D が正解ということでよろしいかと思います。それでは続いて下線部 E でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。皆さん、下線部、皆さん、アウトプレイス、そのまま直訳していただけますと、場違いですよね。で、その場違いと言われても、そのまま選択肢にあれしかないですね。もちろん選択肢の B、ある特定の状況で uncomfortable、まあ、居心地が悪いことですね。ですから、これ皆さん、熟語の知識で、正解は B ということで、よろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは空章8番、検討をお願いします。さあ、これ空章の前後で、あの有名な熟語ですよね。それ、cannot help ing。うにゃうにゃせざるを得ない。思わずうにゃうにゃしてしまう。でその cannot help ing の cannot の部分が、この hardly ということで否定に言い換えられているだけですからね。ですから空章8番には help。よって正解は B ということで、よろしいかと思います。それでは続いて空章9番の検討をお願いします。すみません、これもあの有名な表現ですよね。夢が叶う、夢が実現するで dreams come true。よって正解は C ということでよろしいかと思います。それでは続いて下線部 U でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。すみません、下線部 make of ですが、これは熟語なのかどうか。まあ、ちょっといまいちなって感じになるかと思います。でまあ、選択肢 A 一応見てみるんですが、まず真ん中、夢を諦めさせる。これだと皆さんちょっと余計なお世話ですよね。で、選択肢の B は help。まあ、助ける。まあ、余計なお世話。で、選択肢の C も同様ですよね。で、まず選択肢の D が正解なのか。まあ、どのようにして理解するのか。で、そのことに関して皆さん人々は全く分かっておりませんでした。で、どのようにして理解するのか分からなかったの皆さん、その次の文章ですよね。皆さん、まず善意でしっかり繋がっております。で、皆さん、その理由、もう直球でいくと、このエクセントリック、風変わりな。まあ、おかしい、変なという意味ですよね。で、皆さん、さらに次の文章を読んでいただけるとわかるかと思いますが、ちょっとした気候が書いてますよね。おいおい、大丈夫かって感じでございます。ですから、人々は笑わざるを得ないと。で、なぜかと言われたら、選択肢の D。どのようにして理解するのか、それを皆さん、わからなかったんですね。まあ、エキセントリックな人を理解するのはなかなか難しいかと思います。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。